やば、もう少しで戻ってくる。どんどん痛くなってる。見せて。あ、さっきより腫れてる。せめて冷やさないと、もっと痛みがひどくなるよ。すみません。わかった。いいんじゃないです？本当大丈夫なので、しっかり営業お願いします。美琴さん、私ごめんね。すぐに着替えるから。あ、はい。捕まって。え、失礼します。ゆっくり行こう。はい。いけないとこ一回微妙にずれたし、音も外した。全部私のせいだ。たくさんのアイドルユニットが出場するイベントみたいだね。そうですね。アイドルに詳しいお客さんも多いかもです。そうだね。だけど私たちのことを初めて見るっていう人もきっとたくさんいる。だから嬉しかったのに。多分私嬉しかったのに。ここまでで大丈夫？あ、大丈夫です。はい、本当に。そう。それじゃあ、ゆっくり休んで。はい。
1、2、3ターン。あ、少し休もう。緊張しているの？あ、してるかもです。でも大丈夫です。フィジカル鍛えたので。うん。今日も最高のパフォーマンスにしよう。はい。あの時、私たちのことを初めて見るっていう人もきっとたくさんいる。だから印象に残るようなことをしたいの。はい。曲の間奏部分にアクロバティックなダンスを取り入れるのはどうかな。どう思う？私に聞いてます？うん、もちろん。そうですか。無理そう？いえ、やります！絶対やります！わかった。なら振り付けを早めに決めて、それに合わせてフィジカルトレーニングもしていかないとね。はい！私、めっちゃくちゃ鍛えますね！ムキムキになりますので！うん。無理をさせていたのかも。でも、妥協はできない。できないけど。もしもし。あ、ミコトさん、今大丈夫です？うん、大丈夫。よかった。無事に帰れたみたいで。はい。あの、ご迷惑おかけしてすみませんでした。うん。ミコトさんは、その、大丈夫ですか？え？あ、すみません。なんだかちょっと、声に元気がない感じがして。そうかな。自分ではよくわからないや。もしかして何か用事があった？お礼がしたかったのと、あと、うん、今日はすみませんでした。絶対完璧なパフォーマンス見せられたのに。本当に。そうだね。そうかもしれない。すみません。早く良くなるといいね。あ、明日の朝一で病院行ってきます。うん。気をつけて。はい。あ、じゃあ、そろそろ切りますね。お時間取っちゃってすみませんでした。ううん。それじゃあ、おやすみ。はい、おやすみなさい。とかですかね。あの、どれぐらいで治る感じです？
2週間。包帯ギッチギチじゃん。学校行くのだるいな。でも出席日数やばいし、歩行も受けなきゃ。この番組、私が出る予定だったやつ。なんで、みことさん。罰ゲーム。何やらせて。いやいやいや、無理無理。あの、ここにある道具を使って笑わせるということですよね。モノボケ。レモンが…レモンで…ごめんなさい。はあ、すみません、みことさん。先ほどはご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。そうですか。ありがとうございます。お疲れ様でした。本当に何も思いつかなかったの。私、きっとこういう仕事は向いていないんだね。そうなの？そうだったんだ。二人だから。あ、そうなんだ。
うん、ありがとう。お疲れ様。プロアマ問わずダンス決定戦、そうなんですか。はい、申し訳ございませんでした。ユニットで活動していますから、出場するなら事務所に確認してみないと。それでは失礼します。いたんだね。はい。大丈夫なの？ああ、足はまだ動かせないんですけど、上半身だけでも鍛えないとなので。そうなんだ、みことさん？あのレッスン一緒に受けてもいいです？絶対無理はしないようにするので。ダメだよ。え？ごめんね。あ、いえ。でも、なんでダメなんです？この前のパフォーマンスだって私全然完璧じゃなかったのに。無理をするのは良くないと思う。無理しないとダメなので。無理しなきゃずっとずっと練習してきた美琴さんに全然追いつけないので。この一週間ずっと不安でした。今までできてたこと全部できなくなってるんじゃないかって。シーズのステージ誰かに取られるんじゃないかって。取られないためには練習するしかないんです。それがアイドルだから。おこがましすぎる。絶対私のせいなんかじゃないけど、このままじゃ。あの、美琴さん。これ、出ませんか？ありがとう。お疲れ様です。
ってます？はい。なんか言い方間違えたんじゃないです？はい、お疲れ様です。ミコトさんはアイドル。ミコトさんがアイドル。ラッキーの時間は終わったから。ミコトさんが本当のアイドルなんだから。ちゃんと知ってもらわなきゃ。特別だってこと。決勝の会場は幅 18.5 奥行き22広い。イメージが湧かない。痛くない。痛くない。もう一回確認しよう。ジャンル問わず2分とか長っ。一人で2分とか普通に持たない。でも、やるしか。ちゃんと頼まなきゃ。本当の、プロに。
手短にお伝えします。あの、振付師のお知り合いの方とかいます？ダンスの振り付けお願いしたいんです、決勝用に。あの、正統派な感じで。はい。あと、他にもちょっといろいろ見つけて。やっぱり私には難しいです。アイドルだからちゃんとしたやつ、もっとできるようになりたいんです。はい、よろしくお願いします。踊れないわけじゃない。でも、何かが違うような気がする。そうだね、本当に来てよかった。こんな風に久しぶりに会えたしね。そうかな。ああ、うん、そうなんだ。小さい。もっと大きく、登る、みたいに。もう一回。ダダン。ここで踏み込む。心配、というよりも。何かが引っかかっている感じがするの。でも、それが何なのか、
よくわからなくて。もしかしたら、だけど、久しぶりだからかもしれない。一人で踊るのが。どうしたの？そうだね。今だからできる表現、これからも私はあの場所にいたい。だから思い切りやるだけ。ございます。あの、ここって音とか出してもいい感じです？あ、はい、わかりました。了解です。はい、よろしくお願いします。音出せないのか。やろう。1、2、3、4。見上げて振り下ろす。3、4、1、2。視線は上。ずっと。ずっとその先、見上げて、限界まで見上げて、飛ぶ。ふぅ。やれるだけのことはやった。あとは出し切るだけ。自販機。ないのかな？あ、あ、ごめんね。すごく上手だったから。見入ってしまったの。あ、どうも。もう来ていたんだね。お疲れ様。はい、お疲れ様です。すみません、なんか盗み見る感じになっちゃって。すごいですね。ほんと、めちゃくちゃ。ダンスはいつからやっているの？そうなんだ。あの、ここ寒くないです？
どんなに、え、どんなに練習しても叶わない、叶えられないことがあるんだよね。美琴さん、私たちの物語って何なんだろう。作られるんですよ、勝手に。止められないと思います、そういうのは。そうなんだ。でも大丈夫です、ステージはちゃんと冷たいので。うん、そうだね。あとちょっとで本番ですね。うん、にちかちゃん。はい。最高のパフォーマンスを見せよう、お互いに。はい。何度見てもすごいね、本当に圧巻のパフォーマンスですね。あの、私優勝した彼女のダンス何度か練習してみたんですけど、なんか全然うまくいかなくて。才能もあると思うけど、きっと彼女は正しい努力を積み重ねてきたんだと思う。やっぱりそうですよね。あとはフィジカルだね。はい、鍛えます。でもこれから大変かもしれないですね。さっきも変なネットニュース見ました。下克上を成し遂げた天才少女、次は誰を射落とすのかとか。多分ですけど、彼女はきっと誰かなんて見てない。そうだね、彼女はきっと最高のパフォーマンスをすることしか考えていない。あ、違う。あ、いえいえ、違わないです。同じです。どうしたの？なんか私何も見えてなかったなって。ほんと胃の中の蛙っていうか、それ以下っていうか、うん、胃の中の蛙って確か続きがあったよね。あ、はい。胃の中の蛙、大海を知らず、されど空の青さを知る。多分だけど、私一人じゃ空の青さはわからないの。
私も全然わからないです。空はどこまで広がっているのか、登り続けることはできるのか。もしたどり着いたとして、そこにもステージはあるのか。その青はどんな青なのか、ずっとずっと空は青いままなのか。空が雲に覆われたとしても、それでも私たちは。そろそろ始めようか。